今日は「こちらの世界でも選挙戦選挙開票日だね」いやー、開票を聞きながらゲームやってるんだけどね。まあゲームやってこよ。今日のお供はミモロスギ、日本酒だね。焙煎車からだったな。たた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 た。眠くなってきちゃった。藍染めは寝てんのかな。
清潔でいなくてはな。シャワールーム、冷たい水で思考、お湯じゃないのか。お手洗い。モーラ肉。あーストーリー進むんだろうけど今日集中できないかも。作ったことない料理をどんどん作ってきたよね。それならストロール、レオン、レオンと呼びたいところだな。レオンや、肉に合った調理、動物の種類も充実だな。やった、充実？ん？大事だな。まだまだだな、ストロール。あ、レオン。よし。時短料理、マリアのおかげで時間が有効活用できる。ね、はい、座面寝てんだよね。これか、アリシとのこと。これ説得力か。仲間が増えると本も増えるのかな。何しよっかな。勇気をあげるのはありだな。包容力も上げておきたいし、包容力かな。どうする？アリシュヒのこと、息子とも日記帳ね。藍染めや文才もあんのか。耳がちぎれかけた。夜泣きで寝不足、気づいたら倒れてた。野菜だけ吐き出された。よし。
マルティラを出立した一行が沈む夕日を見送った頃、やばい、本当にいろんな音声聞きながらだと集中が難しい。者たちは日が落ちる前に過ぎ去り、あたりには静寂だけが広がっている。始まったばかりの旅路への期待を胸に。おい、ん？アルの風呂ちょちょいのちょい、恐竜しか使えないか。身を入れる地方もある。体が強くなる効果もある。へえ。マグも入手できる。入浴剤も入れればさまざまな能力が上がる。風が気持ちいいけど、爆が、さて、よう、うん、この人たちと話したいところもあるな。そうか。いや。時間を潰すのが下手。ちょっと待ってね。また。さて。行こう。お主か。うん。いいな、この人たちと話したいけど、せっかくニューラスが作ってくれたから風呂入りたいよね。すぐに行こう。ねえねえ、アルブロ、うん、持ってるはずよね。季節の柑橘線か。速が2上がる。これで成長すんのか。もろみ酒うまいな。速が2上がった。新王が決する日にまた一日近づく。あと2日。そういや、そっか、こんな風強いの。そうだね、吹っ飛んでからじゃあ遅いからな。畳んどけ。そういや、これ飛行はできないでしょ。滑空はできんだ。慣れてきたかね。アビっていうか輸送されてる感じするけどね。さて、アイザメどこ行った？行こ、片付けしてんの？ああ。これどうやって処理してんのかな。
あ、さっき料理作るの忘れた。まあいいや。無敵麺。ふみふみしてくれい。記事の声を聞くこと。そこまでできたら達人だな。ふみ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 。ちゃんと足洗ってんだろうな。目と鼻をソードインする。これ見えてんの。懐かしいな。無敵麺。大吟醸うめえ。では続きのありし日のこと。うん、ユージフでも運動神経の良し悪しあるんだろうな。よし。ああ、こちらニューラス。お？行く手に見えてきたのは廃墟と化した町。かつて採掘マグラ結晶の採掘で栄えた出稼ぎ人たちの町だ。血気盛んな鉱石掘りたちが国中から集い、最盛期にはブライハーベンに匹敵する人口を要していた。だが強すぎるマグラは皮肉にも人間を呼び寄せ、あまたの悲劇を経て結晶の光だけが怪しく残る無人街となった。その後人間はどこ行った？洞窟者たちは今も後を絶たない。だが皆なぜか一様に震えながら手ぶらで逃げ帰るという。うん、これはこりゃあ随分だな。もしかしてこういう風になってる？元の町も。魔法かね、あの穴は。それともただの採掘の跡かね。
見識が含まった。よし。お？3になった。見識。それが。ちょい。ニューラス。帰ろ。これ。お、マリアに渡すよ。地平に太陽が沈む頃、凱旋者は木々が鬱蒼と茂る深い地へとたどり着く。凱旋者から溢れる明かりだけが一行を暖かく包んでいる。うん。そっか、海は初めてか。すまん。いやいや。まあ、ネガティブなのが悪いことばかりではないんだが、それで頭でっかちになっちゃいかないな。藍染め料理ばっかりだな。よいか。うまいものを食う。つまり家庭にこだわるかで結果の質は変わる。関連にも同じことが言えよ。はい先生。ふみ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 。代わりにやった方がいいんじゃないか。足の大きさと体重が違いだろう。いいぞ。マジカルパン。かわいい。笑顔がかわいい灰染め。さあ、すぐに行こう。あお、飛んじゃった。うん。応用力。誰かと喋っておきたい気もするが。どうする？結構曲振り系なんだな。意外とストロールが魔法の適性あるんだよね。運上げてきたよね。
包容力続きやろう。うん、歌の披露、泣いちゃって一緒に歌った。よし、読み終わった。よし、おお、より、えい、ー神王が決する日にまた一日近づく。おう、明日はブライハーベン。おお、潮風が混じってる。なるほど。来週よ。100回復すげえよな。ヒルケンベルグに作ってもらいたいな。それはなあ、みんな口が大きくないんだよ。うむ、えぐみがあったらな、みんな食えないから。おむらってやりたいっていう指導もあるのかな。ザクザク。よし。なお。にっこり。みんな料理してるとにっこりだ。キュルケン。さて。行こっか。あれ？アイザメどこ？さて。ストロールでしょ？
藍染めにせんのかい。勇気か。トロールとお話ししよっかな。すぐに行こう。あ、灰染め向いた。耳が良くなきゃできないな、それは。でも確かに分かる話ではあるぞ。空気感な。風も違う、湿度や強さ、方向も違うからな。勇気目かこう。よし。隙間からねじ込むように。それなら。そうだろうな。ああ。薄く鋭く。お父さんも天使だったの？よし。もうちょい。お、いた。よーし。これでベルギッタと。たしなみ実践してたんだ。結果ま回り回ってな。ブライハーベン楽しみだな。凱旋者だ。おう、そうだ、すっかり忘れてた。やい、なぜ。なんだよ、ドカンと。また会ったね。この間は負けちゃったけど、今日こそ勝つから。お手合わせ頼む。まったく懲りないわね。悪いけどこっちも負けるつもりないから。およ言ってくれるじゃん。けど私は王様になるために負けも塗り替えんの。頑張れ、俺たちも頑張る。今この瞬間だって同胞たちが苦しんでんだから。私が頑張んなくて誰がパリパスを救うのよ。キャゼも首を持ってきたか。王様になるってみんなと約束したんだ。あんたたちも好きだけど容赦しないよ。いけ、バキキー。600、結構強いな。強くなったみたいだけど、それはこっちも同じだからね。倒せてもらおう。盗め盗め。恨むなよ。何この力で。あるか。じゃこれを。最善を尽くさ。あ、みじん切りとか持ってない。考えさせてやるぞ。空間殺法強っ。バシッと一発。あたたたたたた。おい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 、めちゃくちゃしやがって。行くぞ。ここはひとまず王者の力よ。娘、すまんな。鉄板、ま、こっからはガンガンやらせてもらう。風よ。274貴族とし覚悟はいいか。いや、ダメだ。俺に続け。これを。ありで。あと一。くそ。やっぱ手強いね。
でも勝負はここから。覚悟よっ。もう瞑想お回復するんか。ででハイジャンプスラスト。思ったよりやるな。やるじゃん。これぞ我らが引き。マハだもんな。いささか強い。先に頼む。大丈夫。この力で。突きやれろ。バゴン。協力頼む。合わな。王者の力。この身に宿れ。やれるか。やったぞ。嘘、なんで。ギリギリ。みっちり鍛えてきたのに悔しい。みっちりむっちり。よし、いいぞ。いいぞ。どうやら成長したようだな。ええ、新たな力を得たぞ。お、大突進。やっとまともな突攻撃覚えたな。お、101。もうちょっとで鎖に守られるようになるな。仲間になれって言いたかった。そうでしょ、英雄だからね。仲間？いい戦いっぷり。ああ、仲間じゃないの？ハリパスの仲間？ユードリカス。期待してる？なんだ？タカリン来たのか？出稼ぎに行く？そういうわけじゃないか。出稼ぎね。何やんだろう。危険なところに何しに行くの？鉱山とか。ん？お金？そうだね、飯が食えりゃ危険なこともしなくてもいい。聞いてくれ。さて、パリパスからの期待は多そうだね。化け物退治でもらった。発動資金にしようとしてたのがパーになっちまった。使うやつら誰が使ってる？クレマールとかあの辺か。けど
みんなが食えるようになりゃ問題ないんだけどね。そっか、パリパスみんなが体強いわけじゃないんだ。だから、うん、そうだ。おかしいよ。うん。うん。ありがとう。敵だけど。本当？なんだろう。カンフーマスター賞金上乗せ。照らされた影が限界まで伸びきり、辺りが暗闇に包まれる頃、凱旋者は湿地にたどり着く。昼間、湿地。ぬかるみに身を潜めていた闇の者たちは虎視眈々と獲物が来るのを待ち受けている。一方、守られた凱旋者の中で一行は長旅の羽を休めるのだった。もう少しだね。青い景色が変わってきたね。森じゃなくなってきた。たく、うん、面白いか。どうにかできそうだからってことかな。どうしよっかな。もう一回ぐらい風呂入っとく。アップまで行きたいね。興味深い。これはね、いいか。頼んだ。もちろん。なるほど。赤いファイター、かっこいいな。さらなる高みへ。メイカーなぁ。ラクンダまで行っちゃったら他にいるもんないもんな。あんまりこの辺使わないから。アサシンゲットしてもいいんだけどね。
コマンダーがマハラ格者だからコマンダーか。クレイジーバレットが他で使えないからな。コマンダー使えるか。なるほど、興味深い。これはね、いいか。頼んだ。もちろん。うん。おお。力が湧いてくる。なるほど、興味深い。これはね、いいか。頼んだ。アーキタイプの格好がね、もちろん活かしてるよ。影の暮らし。地道な努力が肝要だ。何が？まあ、タルンダで今のところはいいかな。マハラ格者は必要になったら。戦いの呼吸がそんなに積んでる暇なさそうだしね。シールドアーツとかの方が強いし、ラカクジャもあるし。ストロールのもっと着たいやつがないんだよな。ガンナ合わないし、ディーラーも合わないでしょ？みじん切りと残の小ダメージじゃなくて中ダメージのやつ今んとこないんだよね。いいか。うん。
拙者も捨てたものではない。暗殺。一定確率で即死ってすごいな。呪詛にして何の意味があるのかっていうのはちょっとわからんな。風見切り。ブリズでなくて良いでしょう。何か必要がなければ。マジックサークル。いいか、ゴールドアタックは持っててもいい気もするけど。こんなもんかな。入ろう。うんこしたのかと思った。神王が決する日にまた一日近づく。休息日。着くかね。着いた。はい。はい、大将さんよ。起きろ、そろそろだぞ。そいつは ブライハーベンか。久々だな。行ったことあんだ。来たことがあるのか。小さい頃一度だけ両親に連れられてな。着いた日のさ、海の匂いで目が覚めたのを覚えてる。こんなに人の物見台にいたらあれかね。俺の暮らしてた田舎とは何もかも大違いだった。拙者が王都に登った時と同じだな。拙者の故郷も野山しかない自給自足の里だ。どっか。そういえばヒュルケンベルグはどこの出身なんだ。知らんのか。ヒュルケンベルグ家といえば知らんのか。国モンタリオで一二を争う大貴族の名家だ。そうだったんだ。まあ、もっとも実家とは折り合いが悪くて。書いてあったね。家を出てからもほとんど顔を出していないが。そっか、みんなそれぞれ遠くまで来たものね。そうだね。品評会にはなんとか間に合いそうだな。ニューラス様の計算に間違いねえだろう。ジョアンナ、本当に来るといいけど。信じると決めたなら信じて待ちだけど、これで来なかったらもうダメだな。しかし賭けの要素が多い旅だね。まあ勝ちの薄い戦いなんだから賭けも多いか。連合王国の西の併合国であるオセアナ公国の首都オセアナ都市ブライハーベン。王国一の軍港を備え、切符の良い海兵や船乗りたちの活気に満ちた陽気な都市である。
マグラを含む地層が生み出す奇形や荒くれ者たちの集う闘技場を目当てに訪れる者も多く、昼夜を問わず賑わいが絶えない。暖かい潮風に導かれるまま凱旋者は町に降り立つ。お、アニメ。うわー、これが海。すごい、地平線まで水がある。おお。ボートとはちょっと違う雰囲気か。そうらしい。水の都ブライハーベンだ。ギド様。お、ギド。ご立派な首を取られたようですね。高順位が望めそうですか。総兵団の力をもってすれば。たやすいこと。順位にこだわりはないが、神のみぞ知ると答えておく。うん。順当すぎる顔ぶれで退屈だな。お、例の謎の少年も到着か。ちょっとはかき回してくれよ。ふふ。面白い凱旋者ばっかで壮観だな、うん、王様競争に名乗りを上げるだけはありやがる。さすがに空を飛ぶのはルイだけらしいな。いや、おそらくフォーデンのにも似た仕組みがあるはずだ。もともと飛ばす研究に金を出してたのは聖教だからな。そうなんだ。もっとも俺に言わせりゃどっちも飛んでるとは言えねえ。ただ浮いてるのさ、魔力でな。ろくな仕組みじゃねえ。俺はな、そんなに良くない話なの？翼で飛ばそうって考えてる。自由に羽ばたいて飛ぶ空の鳥みてえにな。めちゃくちゃもろくなりそう。いつか形にして大空をかっ飛んでやるからな。楽しみにしてる。楽しみにしてる。おうよ、本物の空の旅ってやつを味わわしてやるぜ。よう、口だけ候補者のご一行じゃないか。お、ワンコくん。鬱陶しい。どうも可愛いね。おやおや、お題の首が見当たらねえな。大悪と灰ザメを狩るとか息巻いてたか。あんだろここに。拙者を呼んだか。お前が、嘘だろ。そんな豆粒みたいな首で勝負になるかよ。大勢の前で恥かく前に逃げ帰ったらどうだ。挨拶しに来たの。彼は仲間なんでな。首をやる気はない。そこまで言わんでもいいだろ。賞金首が仲間。頭は大丈夫か。落ちこぼれどもがどんな恥さらすか楽しみ。長いこんにちはだ。行くぞヘクト。あやつはルイの手下で候補者だ。前にちょっとな。しかしここ助けてやったのに。場所残ってねえな。ちょっくら他を探しに行くか。いよいよ明日は首の品評会ね。ジョアンの首の品評会ね。嫌な響き。全員でここで寝起きしねえでも出迎えなら俺がやっとくぜ。ほんと？どのうち整備もあるしな。すまないな。では我々は町の宿にするか。この辺りは料理もうまいぞ。海の幸は大谷も勝る。どうだろう、楽しみだ。楽しみだ。
うまい食事にありつくあてがあるというのは幸せなことだ。本当だ。じゃあ頼んだ、ニューラス。俺も久々に手足を伸ばして眠りたい。なんだ、ニューラス飯食わんの？ならば宿を探しに少し歩くか。まあね、町の住人とか兵隊にとっちゃ迷惑な話だね。海軍か。うん。肩のあれが短いか。マントが短い。水兵さんみたいなもんだ。セーラー服みたいな。バリパスばっかりか。どれ扱いなんだろうか。宿屋街はどこ？そうか、駆けつけてる人が多いから。三、うん？徒歩では行けん。左手から渡し森。おお、水上タクシーみたいなのがあるの？お、灰染めも。お、王子に。バトリン。ああ。取材か。やれやれ。うん。まあ誰も知らんからな。酒酒。うん。あと。ちっちゃーいネズミだ。コウモリとネズミとか その辺を足した感じなのかな。他には、ね、なんかあんだろう。その後なんかあるかな。聖職者ね。大した聖職者だ。ルイの手先。強い軍隊はなんだろうな、自分の力だと思いたがっちゃうのかね。
貴族。こういう力技が効くだけ。死体か。死体は見てないけど。あ、虫。米こぼしの日。ジリに敷かれてら。パリパスユージフ。まあでも選挙に出て、ああ存在をアピールできるんだったら話としては悪くないよね。貿易市場。休息日だもんね。水や、お、果汁だ。ブライシオ。おお。魚。トロトロ。妖精ちゃん。ケチ、バカ、アホ。なんか言ったれ。何や、反物や、反物やね。ではいらね。曜日ごとに。うん、お前か。装飾付き。これ。なるほど。はい。あけエクスキューショナー。巨人系モンスターハルバード。ウミンチュ。うわー、欲しいけど。ミラクルメイス。MP 回復強。忍者ショー、忍者ソード、シンクエディア。これ何？冒険。
軍配3番おおたっけ。ベイビーアーマー、アクシミディアン、麻痺にならない、治癒、おお。こっちの方が現実的だが、くー。金がない金が。ねえねえ、雑貨屋でもろもろ買うぐらいしかないか。変な魔導器が。あれ、あ、ここにも見逃しそう。フライハーベン広いよ。今日は安いよ。高級傷薬、救命薬、蘇生薬、魅了、疲労感、弊社は後で行こうかな。女の子の水平いいじゃないの。これはマグか。どんなもんすか。誰かが演説してる。3位はギドか。ロジャー、ルドルフ、バブレス、ミロ。オーデン様ね。グローデル、痛いやつ。ん、まったく。宿屋街、ヒルケン。あら、買おう。そうだね。ま、確かに空からの旅か。
なんだ、ま、すげえ顔。お任せよ。助かります。商業事情、ま、この目がな、どうにも噂好き異教徒。お前さんか。うん、自由は一番。どう見てもなっちまえ。うん、怪しい店主。ああ、味まで見ないと、ほんと。さて。おお。最高ね。法事人ね。あ、知られてない。100番ぐらいになってんのにな。ストロル。貴族以外はお断り。まあ貴族には見えないかな、いい意味でな。やだよ、人殺し。お、ラブレス。困ったね。いまいち。なるほど。赤高い。なるほどな。雲の隠れ家。他になかったらな。最悪凱旋車で寝るしかないね。あ、リナちゃん、ヤッホー。うるうる、奮発してきたの。うん、見た？秘密だ。父ちゃん、父ちゃんいいの？あの工房の社長かい？これか、見ろ。違う。止まれたん？
ジュリアン。空いてる？誰でもいいの？しゃあないね。やどうか見つかったぞ。まあこれだけ人が押し寄せてちゃ常部屋はないか。足を伸ばせるんだ。外星者よりマシだろう。今でっかい虫が私の頭くらいあったんだけど、あれ絶対毒があるやつよ。いやあ、あ、虫ごときにうろたえるな。だらしない。めちゃくちゃうろたえてるだろ。大砂虫の巣穴にいたくせに。でかいのは大丈夫なのか？虫苦手なのか？そのための小屋だ。よく入れたな。そのためだったのかよ。それより明日の段取りについて話そう。そうだな。まずはジョアンナと合流。その後で品評会だ。罪はジョアンナ自身に告白させる。真犯人が聖教の司祭となれば、当然フォーデンにも批判が向く。ルイに強い印象を残せるはずだ。問題はジョアンナだな。彼女本当に来ると思うか？信じるしかない。信じよう。あの女は怪物を差し出さず自分が縛り首になる道を選んだ。一時でも自分の子だと思っていたからこそだ。拙者は本物の親心だと感じた。それを信じたい。それでも来なかったら？っていうか、あなたが一番ひどい目にあったのよ。その時は拙者の首を差し出せばいい。元より人さらいの賞金首は拙者だ。呆れたやつだ。嘘の犯人を突き出す気はないが、その覚悟を信じよう。よし、やれることはやったな。あとは気を引き締めて挑もう。とはいえまだ寝るには早いだろう。人気の酒場にでも行って噂でも聞き集めるのはどうだ。そりゃ良さそうだ。名物料理でも食うか。拙者の最後の晩餐かもしれんしな。まったくお同心使いよって。笑い事みたいに。けど情報は大事よね。行ってみましょう。うん、演説やってる。エコソ全てだ。人は美しくないものの言葉に心を打たれない。僕はこの国を美しい国にしようと思っている。候補者たちが演説を始めたらしいな。少し聞いていくか。どんなもんかね。祭器や器が同じなら、醜い王と美しき王、どちらを仰ぎたい？美は力だ。そして力のない者に尊き身分は務まらない。僕が王になった。全ての美しくないものから貴族の肩書きを剥奪しよう。この国は世界一美しい王の治める国になる。皆様、一緒についていきます。まあ言い分は分からんでもない。いや、お前は怒れよ。正しくないだろう。王に一番大事なのは正しさか？何がいいか。外面で王が務まるか。力とは軍事力だ。私が王になった暁にはルサント族を頂点とする統一国家を打ち立ててみせる。種族、身分、一枚岩ではないものを言葉で一つにまとめても所詮は偽りだ。力を持ち、力で制してこそ真の平和がなる。
そうだ、ルサントの誇りを取り戻せ。うん、力で奪い取ったらそれはもう誇りではないだろう。嘆かわしい。私が王様になったら悪い金持ちは全員賞金首だ。貧しい者から絞り取った金をその首ともども奪い返してやる。一番マシに見える。傾かせる主戦度が震えて眠る国になるんだよ。あいつらの金を山分けしてみんなでうまい酒を飲もう。いいぞキャゼリナ、俺たちを救ってくれ。それ王様自身が最初に賞金首になるだろう。発想が豊かね。クソ候補ばっかだな。やっぱルイ様以外に新王はありえねえな。ルイなんて競技会に出てないだろう。オーデン様に負けるのが怖くて逃げたんだ。逆だ、ザコなんて相手にしてないんだよ。討論が始まってる。不思議な気分だな。王や為政者について市民たちがこんな風にお笑いで本音をぶつけ合うなど今までありえなかった。確かにな。鉄器片通になってる。こういう変化も全王の望みか。考えすぎか。店に入ろう。あまり立ち止まっていると厄介な論戦が、うん、酒がまずくなりそうだ。いっぱいいる。俺が王になったら歓楽街を100倍に増やすぜ。酒はただ年がら年中飲み放題だ。そりゃいい、最高だ。バカどもの夢は想像を絶するな。だが俺を王にすればこの国を最強の王国に仕上げてやる。なんだ最強って。何が最強だ。ぼんやりしたこと言いやがって。お前ルイ様の手下だろ。下っ端がしゃしゃるな。ルイ、うせん。同期くんじゃ、あいつ同期入隊だったんだぞ。ずいぶん差が。おお、にぎわってるな。競技会を見にはるばる来た者も多そうだ。あのガキ、エルダ族ってやつじゃねえか。まさか候補者か。演説ぶちかますか。初めて見たけど候補者はねえだろ。勝ち目がねえって。真に受けんな、酔っ払いのザレ事だ。ユリないからな。すごい、生きたまんまの魚が店先で泳いでる。イケスだ。聞いたことがあるぞ。お客が釣りをしてそいつをさばいてもらうとか。港町ならではだな。面白そうだ。大長殿、やってみろよ。やるか。お、釣った。ナマコ。その顔。これは生食える。刺身。動きが普通じゃないが。いけ、いけ、生き食い。うまいんだろ。口に溢れる磯の香り。ゲテモノ好きが。歯ごたえも最高だ。一口言ってみるか。さすがに食えもしない魚を話してないだろう。知らんが。焼いてもらうとかさ。珍味と見た。珍味と見た。完全にただの勘だろうそれ。そこ。俺の口には合わなそうだな。一人目がえらくうまそうに食ったんで言わなかったな。知らん魚はせめて炙ってから食うべきじゃないか。一番大人だ。あまり気にしない。お前はな。雑把すぎる。食えりゃいいと思ってるもん。お食事中ちょっと失礼する。バトリン。俺は工事人のバトリンってもんだ。覚えてるだろ。さっき挨拶したしね。マルティラでの活躍すごかったらしいな。
あの人さらい事件を解決するとはただものじゃない。まあね。どうして知ってる？工事人ってのはそういうもんさ。で、首は用意できたのかな？さてね、こいつの首でも持っていくかな。秘策ありか。隠評会楽しみにしてる。全員違う種族で組むなんて普通じゃないからな。興味のあることは自分の目で確かめたくなるんだ。これからも追っかけさせてもらうぜ。ある意味ファン。工事人、他の政教関係者とは肌合いが違うな。何者だ？あの少年候補、首を持ってないって噂ですよ。何がしたいんでしょうね。世の中の厳しさを知るだけのことさ。かわいそうに。あいつには注目しといた方がいい。俺は極秘だが、あいつはルイにも劣らない特別な力を持ってる。競争を面白く引っかき回してくれるかもね。先輩、酔ってます？バカにされてる。まぐれ者の評価は信じられねえか。まあ、見てるがいいさ。うむ。どっか、ニューラスはね。うん。まったく。逆にな。あそこまで行くと、ルイやらフォーデンっていうのはまだマシなんだって思っちゃうな。むかわいい顔しやがってする日にまた一日近づく。あ、また来る。この酒、まさか、またか。出迎えはどうした？自分で言い出しておいてこれか。うん。水だ水。ジョアンナもバードンも来てないみたいね。結局こうなったか。代わりの首などないぞ。このままでは待つしかない。落ち着こう。ちょっと落ち着こうよ。顔でも洗ってくる。うきゃー。おわ。しけ、誰か入ってくるとは思わず、つい大声を。いるじゃねえか。なんでこんな風に鉢合わせる。わけがわからん。あ、いるじゃないか。バードン、いるし。すみません、凱旋者などに水浴びできる部屋があると聞いたもので、身を清めようと私ともどもお借りしたのです。おう。先に私が浴びて奥の部屋で休ませてもらっていました。司祭として今日が最後の務めになりますから。そうだね。そちらのニューラス氏が快諾してくれてな。うん。なってよ。泣ける覚悟じゃねえか。逃げちまう。それで飲んでたの？まったく。朝早くに来て清めの水掘りだぜ。
そんなん見送るなんてよ、つい酒で紛らわしたくなるってもんじゃねえか。瓶の中身ほとんど減ってないぞ。お前こんな人なめで潰れたのか。責めないであげてください。彼が話し相手になってくれたおかげで、やるじゃないか。私も改めて覚悟が固まりました。あなた方を裏切って以前の私に戻りたくはないわ。罰である前にこれは私自身にとって必要な償いなのです。分かった、よく来てくれた。約束通り時が来たらみんなの前で無事でいられるか。正直罪を悔いた今のあんたを突き出すことにはためらいもある。こっちだって正義の見つかりなんかじゃない。ああ正義じゃない。だがあんたには地位もあるし、大勢が集まる催しだ。見せ物みたいな理不尽にむごい扱いはされないだろう。そうかな。自分自身の言葉で語ってくれ。守ってやらなきゃいけないんじゃないか。ない、ありがとう。あれ以来心の霧が晴れたように、すっきりしている。不思議ね。霧が晴れた。お世話になったわ。なれるといいわね、王様に。ああ、そのつもりだ。王はともかく、悪党が玉座につくのを防ぐくらいはやるつもりだ。よし、なんとか準備は整ったな。赤い顔直せ。信じるのみだ。皆様、お待たせいたしました。玉座をかけた栄えある王権協議会、これよりその第1回戦勇者品評会を開催します。うん、出場者には仕留めた首を持って我が力こそ王にふさわしいと人々に示していただきます。後日2回戦の課題が発表された時点で顔石に顔がある者、すなわち支持率上位20名に残った者が1回戦通過となります。そこまででだいぶ足切りされんのか。一度でそこまで震え落とすのか。初戦くらいは食い込みたいところだが甘くないな。そしてご覧ください、審査員席にはオセアナ、モンタリオ、両国の公主殿下を筆頭に豪華な顔ぶれが揃っておられます。そっか、フォーデンはモンタリオ公もいるぞ。あっちの男の妖艶は確か将軍のものじゃないか。そうそう、我らが正教からも皆様に大人気のあの方がいらっしゃっておりますよ。右のやつか。ご存知、全てを癒す奇跡の聖女こと、レナ・シグナス様。聖女、どういう娘だ。穴暮らしで政治に疎くてな。いや、みんなそうよ。魔法治療師だ。魔法治療師。学生の自分からすでに王国一の腕と言われていた。いや、大した人気でいらっしゃる。一つ審査を務める心意気などお言葉お願いできませんか。え、急にそんな。こんにちは。この町は海の幸が美味しいですね。私海の生き物は好きです。研究しがいがありそうっていうか。そうだ、オセアナの東の海には怪物伝説があるとか。私すごく興味あるんです。ぜひ今度調査を。ああレラ様、脱線してきたのでその辺で。ともかく楽しそうでよかった。楽しんでいただけてるご様子何よりです。姉さん、人前で喋るのさすがにもうちょっと慣れなきゃ。あれで聖女なのか。まあ癒されんだろ。人間なんだなってのはすごい伝わった。他人より自分たちの心配だ。会場にルイは見当たらないが、きっと人でもよこして行方を見守っている。でもこの品評会出ないと
出なくても20位以内に食い込んでるからいいのか。さあいよいよ時刻となりました。勇者品評会早速始めてまいりましょう。一番手はこの五人だ。一番手恐怖の総兵団長ギド様。でっかい魚、魚かあれ。無益な殺生とならぬ。大きいだけでなく、なるほど。後で貧しき人々に振る舞うとしましょう。さすがギド様、ただ力を示すだけでない慈悲深いお言葉。出だしから民の心をがっちり掴んでいく。さあこれを覆す者はいないのか。ここにいるぜ。お、ワンコ。おっと来た。2番手は打って変わってルイ派の急先鋒黒犬のグローデルだ。なんだその小さな首は。そう思っているか。俺は晩飯用の魚を釣ってきただけの誰かさんとは違う。こいつはな、あの恐ろしい人間の首だ。ちっちゃいな。証拠はあんのか。そうだ、本当に人間なのか。どうだ。バカを言え。よく見ろ、こんな顔の生き物見たことあるか。どうせ作り物じゃないのか。はあ、あいつ本当だめね。人間なんて都会の市民がそうそう見たことあるわけないでしょ。どう見られるかってことを考えてない。はいはい、皆さんおめごとはご勘弁くださいね。グローデル候補ありがとうございました。下がってください。つまんなそうな顔。おお、素直に引き下がる。次ですが誰。でかーい。イカ？あの大きさ、まさか。ああ、例の怪物。クラーケンかい。仕留めたやつがいるのか。一体誰だ。オーデンが自分でやったわけじゃないだろう。町の人々を怪物が苦しめていると聞きました。私はただ。それを沈めねばと思ったにすぎません。力あるものの責務でありましょう。さすがフォーデン。ゲーカは格が違った。もはや国の優劣を超えて感謝の声が巻き起こっています。パチパチ。すごいね。あれを超える印象なんて残せるかな。大丈夫だ。大丈夫だ。この熱狂を後出しされていたら何をしても帳消しにされたろう。幸運だったと考えよう。俺たちは俺たちの策を信じるしかない。さあこの苦しい空気の中やってきたのは異教からの刺客。仕留めた獲物は異教からの資格。はい、ジュリアン候補、長いためになるお話ありがとうございました。ジュリアン、さて数多くの候補が登壇されましたが、いよいよ大詰め、次で最後となります。では来てくれたまえ、最後の候補者。あら、首はどこに。どうなる。失礼。あなたはもしやマルティラのご領主ジョアンナ司祭様では。いかにも。彼が持参した首はこの私でございます。貴様、聖教の司祭が首とはどういうことだ。血出すな。次第によってはただでは済まさぬぞ。俺からも言うことがある。そこの有事不足、極悪賞金首の灰ざめだろ。黙ってろ。悪名高いあのユージフだったとは。助けてやったのにこれか。キャンキャン吠えやがって。
元騎士のくせに人さらいに手を染めた大罪人だ。そんなのとつるんでるやつは無条件で失格だろ。お待ちください。私から全てをお話しします。我が町マルティラを災難でいた数多の人さらい、その真犯人、大罪を犯したのはこの私です。城の地下で恐ろしい人間を飼い、その餌として自らの領民たちをさらっておりました。わお、バカ、本当なのか。灰ザメ殿は私の計りごとでその罪を着せられていたに。そこまで言ってくれるか。マルティラの警備隊長であるこのバードンが全て真実であることを保証いたします。聞いての通りだ。そして彼がその人間を撃ち、拙者の濡れ衣とマルティラの闇を晴らしてくれた候補者だ。ゆえにこの私がクビなのでございます。これは衝撃の展開だ。こんな掟破りのクビを誰が予想し得たでしょうか。そんなの信じられるか。偽物を連れてきたんじゃないのか。そうよ、それか言わされてるのよ。言わされてるか。罪を犯すなんて、そんな。さて、オーデン陛下はどうなさるんですか。聖教の信頼がな。私が偽物かどうかギド様ならばお分かりでしょう。なるほど、出てきたな。全て真実なのだな。はい、陛下、そういございます。候補者、よくぞ真実を明らかにしてくれた。待て、何する気だ。彼女への沙汰はどうか我らに任せていただく。待てよ、おい、何する気だ。この場でか。お待ちください、陛下。ありがとう。でも良いのです。罪深い私も最後に領民はどうなる。告白の機会を得られた、身に余ることです。新たな王に願わくば、あまたの歪んだ偏見と因習を払う。どうか真実をもってこの国をお導きください。おい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 、本当にやるのか。最善を尽くす。隠されたが、オーデン、なんという幕切れでしょうか。最も大きな首が王様のものなら、これは最も重い首と言えるかもしれない。誰がこれを予想し得たでしょうか。あいつがまたしてみるわ。面白い。バードンは足早に帰っていった。皆によろしくと、うん、まあ噂が届く前にマルティラへ戻りたいだろうしな。フォーデン、送ってやってもよかったけどな。転送で大勢の目の前で即座に手を下すとは。自分に責任が飛び火しないようにするための苦し紛れさ。裏を返せば効き目があったってことだ。こっちだって人のことは言えない。注目を集めるために獣じゃなく人の首を持っていく。他でもない、俺が言い出したことだ。せめて託されたものを裏切らないこと。俺たちにできるのはただそれだけだ。悪くないよ、お前ら。あ、人間討伐のルイ来たな。に立ち寄ったが思いがけぬ見物だった。見てたか。
見物だと。これなら名乗る価値あるね。俺はフィデリオ、あっちはバジリオ、ルイ様の懐刀ってところ。黙ってろ。新たに有事付属を加えた。未だ全員が別々の種族。面白い。頼れるのは実力のみ。あなたのお考えと同じです。聖教の悪徳を暴くだけでなく、あえて生きたまま引ったと。民の前でフォーデン自身にむごい殺しをやらせるとはな。それはフォーデン自身がやったことで、こっちが考えてやったことじゃない。あれはそこまで仕組んだわけでは。結果はそうだけど。いや、同じことでしょ。怪物の首より人を破滅させた方が目立てる。出世に利用できる。そういうことでしょ。別に悪を正しただけだ。聖教を敵に回すことを恐れぬわけ。無名の身であのフォーデンに泥を塗って見せたのは見事だ。聖教に惑わされる者らも少しは目が覚めたな。あれでいいのかってね。ルイ様、そろそろ行きましょう。ジュナ妹。ちょっと今話の途中なんですけど。今度強い男は好きだけど、残酷な見せ物は嫌い。私は空からの眺めの方が気分がいいわ。ルイか。少年の自分から不気味だったが、ここまで大物になるとはな。どんなやつだったんだろうな、少年の時。気を引けたと思うか。まあ引いたろう。以前力を見せれば考えると言っていた。わざわざ声をかけに来たのはその答えだと思いたいな。ね、ルイ様からの伝言よ。あ、近いうちに使いをよこすからこの町で待機していろですって。はい。なんだ。私も個人的に興味あるかも。候補者のあなたに。何者だ。バイバーイ。ルイ様。おい貴様ら、今ルイ様が来ていたろう。どうした。あっち行ったぞ、ワンコ。え、帰ったけど聞かされてなかったの。俺たちも戻ろう。うん、用はない。くそ、であのガキどもだけ。ああ、開けがうまい。ルイが使いをよこすと言ったのか。ついに部下にしてくれるってわけか。どうだな。決まったわけじゃないよ。だが大きな前進だ。危ない橋も渡ったが、会話あったな。まあね。王子殿下をお救いする第一歩をようやく踏み出せた。設計図さえ奪えれば呪いを解く道も開ける。肝心の殿下の様子はどうなんだ。まだご無事か。藍染めにミスったんだっけ。さっき遠見の鏡を見た。相変わらず眠ったままだけど調子は変わりなさそう。そっか。目当ての頭脳ありかは分かっているのか。確信はない。いや、だが暗殺の証拠にもなるものだ。身近に置くだろう。置くかね。それに非常時のために残す図面なら近くにないと意味がない。そうかな。ルイにとって一番身近な場所は。まさか懐に入れてるんじゃ。それだと落としたりして逆に危なそう。こんなドジかね、あいつ。もっと身近な場所、例えば凱旋者とか。まさか
あの空飛ぶ外戦車に持ち込んでいるのか。10年以上も昔のものだぞ。可能性は高い。入り込むのは骨が折れそうだ。使いをよこすと言ってきたんだ。待てばよかろう。そうね、連絡を待つとしましょう。ジョアンナ、あの田舎司祭も我が晴れの舞台でよくも聖教そのものまで泥に汚れた。ダメージ食らってるな。しかも連れてきたのがエルダ族の候補とは、己不浄の種族、またしても私を煩わせるのか。妙案がございます。不浄の種族ね、またしても。王権協議会の次なる課題にて聖教への忠誠心を競わせてはいかがでしょう。何言ってんだ。今や聖教は国教、国への忠誠心とはすなわち聖教への忠誠心である、皆に知らしめるのです。どのようにする。次なる舞台アルタベリー、聖教の本山とも言うべき町、捧げ物として神器を集めて来させてはどうかと。神器、異教徒どもが神の遺産とか言っておるあれか。神は二つもいらぬでしょう。巷はしばし、我ら聖教の覚えをいかに良くするかで持ちきりとなるはず。芸家のご意向も自然と高まるかと。異教の土地では欲深な候補者どもが略奪を起こすであろうな。手を汚さずにそやつらの拠り所も奪えるわけだ。集まった神器は聖教祭の見せ物とするのがよい。我らの力と格を万人が知るであろう。玉座についた暁には元は聖教の遺物である、歴史の中で奪われたのだと新たに定め直してくれ。陛下、その時にはこの私にぜひ叱るべきくらい。欲深いやつ。分かっておる。そなたは今後も右腕として働いてもらわねば困る。行為にお前も頭を下げぬか。すみません。最近来たのかね。その危険もあるのではと。どんな。他の王爵も元は神器だという説があります。万が一王の魔法に風穴を開けるような予想外の神器が。そんな大それたものがあるなら党に見出されておるわ。余計なことは考えず、そなた聖女であればよい。レラよ、王都に戻り私の指示を集めておくのだ。かしこまりました。乗り気じゃなさそう。新王が決する日にまた一日近づく。おう、ちょっといいか。昨日の晩ルイの手下を名乗るやつが手紙を置いていったぞ。本日獣たちの夜へ来られよだと。貴様がイマジだぜ。どっかの飲み屋らしいが、わかるか。薄暗い柄の悪い店だ。町外れに、うん、あんな場所にルイがいると思えない。っていうかあいつらがいるんだろう。部下が。私たちの狙いがバレたとか。そうなら、あからさまな場所に呼び出さないだろう。もちろん、安全なんて保証もないが。応じる以外の選択肢は、どの道ない。俺は外戦車で整備して待ってるからよ。本当？ルイの外戦車に乗り込むことになったら、知らせてくれ。よし。突っ込みたいな。獣たちの夜には、俺たちだけで向かうぞ。なんとかなりそう。なあ、
文庫にも入らないですかさ。一回切ろうかな。落ち着かないしな。大事な話になってくから。よし。OK。いやー、選挙結果が気になって気になって。また次回。